ロート製薬公式 YouTuber の根橋心です。弟の音です。今回の企画は自分理解おーい。はい、はい、さて姉ちゃんは自分のこと理解できてますか？いやもちろんですよ。いやまあね、もちろんね、自分のことですからね、自分のことだもん。まあそうですよね、誰よりも何よりも自分のことを理解しているよ。そうですよね、はい、分かってます、なので今回は姉ちゃんが本当に自分自身のことを理解できているのか、試すために、ネバセイ心クイズを行いたいと思います。え、ネバセイ心クイズを私が答えるんですか？そうです。え、いやそんなの、いや大丈夫、企画になってるこれ。うん、もちろん成立する？するするする。うーん、まあまあまあ受けて立ちましょう。自信ありますね。いやもう理解王というか、まあ私が王ですからそれはちょっとよくわかんないですけどもじゃあ早速いきましょう。クイズスタート。イエイ。というわけで、はい、今回クイズを作るにあたってですね、ネバセイ心のことをめちゃくちゃ調べてきました。おお、さすが。まあ調べなくてもわかると思うけどね、弟だからね。まあ、主にウィキペディアでいやちょっとおいおい、なんでウィキ使うんだ。いやいや、直接お姉ちゃんに聞けばいいのに。いろいろ書いてあるからね。はい、まあじゃあね、早速いきましょう。第1問、ダダン。ウィキペディアからの出題です。ネバセイ心が親分と呼び慕っている相手は誰と誰でしょう？いやこれ簡単ですわ。お、マジですか？答えていいよね。え、あ、はい、どうぞ。ヒカキンさんとキズナアイちゃん。おお、すごい。いや正解。これ先に言っとくけど、私自分のウィキペディアも見てるんだわ。そうなんだ。そう、見てるから。あ、そうなんだ。ウィキペディアから出題するんだったら。いやいやいや、全部正解です。まあ、主にウィキペディアだから。主にこのね、問題についてちょっと解説すると、はあ、まあ、ツイッターでね、以前ツイートしたんですね、ヒカキンさんのことをね、親分と呼んでいたっていう。呼びましたね。はい、ツイートはございまして、はい、いけますね。え、この調子だと本当に企画にならないけど、このままいきます？いきます、いきます。第2問、ダダン。ウィキペディアからの出題です。心がいつか出たいと言っているイベントは何でしょう？あれ、フリーズした。ニコチョ？ニコニコチョ会議？お、え、ちょっと待って、これ答えが固まってからね、ちゃんと答えてくださいね。いやでもニコニコチョ会議だった気がする。ウィキペディアでしょ？はい、ウィキペディアです。うん、ニコチョだと思います。ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサーです。答えは、はい、ニコニコチョパーティー2018でした。え、ちょ、更新して。こういうネバサイの仕事だわ。まあ二度と出れないじゃん、だって2018だったら。こういうところがちょっとウィキペディアっぽさもあるよね。これ外れですか？外れです。ウィキペディアにはコミケにも参加したいとかね、そういう記述もあるんですけども、出たいって書かれてんのはニコニコ超パーティー2018なんですよ。更新してこの動画が出た後に更新してもらうしかないね。あ、ニコニコ超会議に年数とか切ってください。そうね、どなたかね、更新していただけたら、はい、嬉しいですね。よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、2問を終えて1問目見事正解して、はい、まあ、2問目はね、ちょっと残念ながら不正解ということで、どうですか？いや、どうですかって不服ですわ。不服なの、まあ、なんで2問目間違いな。ニコニコ超まで合ってたらもういいじゃんと思った。次が最終問題なんで。あ、もう最終？これ答えられるんじゃないかなと思いますよ。これ答えたらこうでいい？いいでしょう。オッケー、うん、もうそういうことにしちゃいましょう。第3問、はい。2020年8月26日に行った生配信、オンライン飲み会、恋愛相談のやつだ。そうです、恋愛のお悩み解決するよの動画で、うん、好きだった会社の同期が結婚してしまい、うん、次の恋に進めません、うん、という悩みを送ってくださった相談者に対して、ネバセイ心が出した解決策は何でしょう？私は無理に次に行かなくていいよって言った。本当に？次の恋を無理やり探すのじゃなくて、諦めきれた時に次に行ったらいいんじゃないかみたいな話をしたんじゃないかな。本当ですか？え？よーく思い出してください。あの、もう一回いいですか？もう一回？うん。好きだった会社の同期が結婚してしまい、次の恋に進めません。あれ？最近ではありますよ。いや、なんか私かっこいいこといっぱい言ったんだよね。かっこいいこといっぱい言った。恋愛というもの諦めるのは人生損してるよ。恋愛を、まあ、諦めるんじゃなくて、ね、根底として恋愛をしたい。そんな答えを出したんじゃないかな。突撃しちゃえと。もう当たって砕けろと。他になんかない？近くはないけど、古代に行けそうな気はするんだよな。ちょっと待って、どういう感じ？うん、まあ俺これ言われたらはって思う。え？え？
そんなはぁって思うような回答しましたっけ。もう一回だけ文読んで、文読んで、あのそのハテナのところだけもう一回言って、言って。好きだった最初の同期が結婚してしまい、次の恋に進めませんっていう悩みを自分だった相談者に対して、今という心を出した解決策は何でしょう。だから次の恋に無理やり行かなくていいよって言ったよ。その答えで、え、ちょっと待って、10、いい、9、まあいい、まあいい、いいですか。次の恋に無理やり行かなくていい。じゃあ行きますか。部分点あります。ないです。答えは、一人で動物園に来ている人に体当たりしてソフトクリームをおごるです。切り抜くとこ違う。他にね、付け加えるとしてね、出会いがないと言っている人は自分から行動していないだけだよっていう風に諭してたんです、うん、だから動物園で出会いを作るように姉ちゃんは促してたんです。およ、記憶にございます。ありますね。ありますか。いや、言いましたね。そうですな、いや、言ったわ。というわけで1問目ね、正解してね、お、これ波に乗るかなっていう思ったんですけどもね。いや、波に乗ってたよ。結果3問中1問正解。いや、 1.5 でしょ。結果でした。 1.5 だわ、私の中で。その点5はどこだよ。点5は2問目、ニコニコ超まで合ってたもん。だから全く別問だっつの。別問だけど文字は一緒。はい、文句ばっかじゃん。そうだな。最初あんなに自慢もあったのに。いや、まあでも王にはなれなかったけど、姫にはなれたかな。ちょっとよくわかんない。今度ね、またさらに難しい問題ちょっと作ってね。じゃあこれ音のやつやろうね。はい、決まりました。いつかやります。腹立つ。というわけでね、ネバ社員の皆さん、今回ウィキペディアから結構引用しましたけどもね、ぜひこれからも充実させていっていただけたらと思います。どんどん更新してください、情報。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おつねばー。おつねばー。またね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばーと思った人はこちら。チャンネル登録をせねばーと思った人はこちら。ツイッターを見ねばーと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎーと思った人はグッドボタン。